ばんは。で、見えます。見えますか。辻林さん見えます。僕の同級生が。はい。はい。これはですね、今橋本さんから説明があったように、ほとんど丸3年ぐらいかけて何回も何回もやり直しながら作った本でして、まあそういう意味ではちょっと濃密な本になっています。でただ、僕らがデザインとして、使っているそのシミュレーションのソフトっていうのは、非常に安価なものだし手軽なものなので、もう少し気楽に読んでほしいなという思いがあって、で今日はこういった機会を設けてもらいました。で早速ちょっと話を入りたいと思います。で今日はこの本についてを解説しながら少し話を膨らましていこうかなと思います。で、最初に僕らの、チームというか事務所のお話なんですけれども、僕らの事務所は、デザインということと同時にラボっていう、部門を持っています。事務所の屋上で撮った風景ですけど、10人ぐらい、僕らで10人ぐらいのスタッフです。さっき言いましたように、普通設計事務所っていうのは、デザインだけを、してるわけなんですけれども、そのデザインをするっていうことだけだと、その自分たちがいろんな技術を習得していったりとか自分の興味を膨らませていくっていうことになかなか機会がなかった、枯渇していくような、方向になるんじゃないかなと、当初から思って、それで、いろんな実験をやったりですね、リサーチをやったり、リサーチをやったりとか、シミュレーションをやったりとかっていうようなことを、ラボといって、所内研究室みたいなものを立ち上げて、それを横断しながら設計を進めています。でそのラボというのはどういうものかといいますと、チームメンバーとしてはうちのスタッフ、それから、外部のコラボレーター今日も来ていただいて小林光さんに、当初入っていただいて、というか、そもそものきっかけではあるんですけどとか、竹中さんという方だったりとか、ここに来ていただいている D ラボの清野さんとか、そういった外部の専門家を入れたり、あとはオープンデスクとかインターンで来ている学生さんを入れてやっています。大体春とか、夏とか冬の休みを使って2、3週間来る人が多いんですけれども、そういう人に、2週間課題を渡して、課題とかテーマですね。で、それでいろんな研究をしてもらいます。で最後こういうファイルに一冊にしてもらって、で発表をしてもらうというのが、一つのルーティンになっています。で、そのラボのテーマというのは結構多岐にわたっていて、単純に僕の興味みたいなところがあるんですけれども、いろんな、シミュレーション以外のこと、バイオミミクリーって言って、その生物について、リサーチしたりとか、地化学のこととかいろんなことをやっています。そのラボの定義としては、デザイン活動と別に並行してやるものだということと、その地域の、マイクロクライメートのリサーチから、バイオミミクリーまでも幅広く、やっている。で、すでに、100回以上やっていて、参加した学生の数も60人以上に、上ります。でそのプロジェクトとラボの関係というのは、あまり関係してたりしなかったりとかで、例えば、プロジェクトがあるのに即してやるラボもあるけれども、全然関係ないラボやってたのが急にこっちのプロジェクトに、関連してきたりとか、途中までやめてたラボがまたどっかで復活してきたりとか、そういうさまざまな、形態として、ラボをやっています。で例えば、これはその小林さんとやった実験ですけれども、一番最初に作った住宅の、簡単な風土実験みたいなのを、やってみたりとか、これは建物ができた後に、サーモカメラっていうのを、使って、その環境システムがうまくいってるかっていう実測をしてみたりとか、でそういった建築のプロジェクトに関わらないこともやっていて、例えばこれは等々力渓谷っていう渓谷が等々力にありまして、事務所の近くなんですけど、そこがやたら涼しいので、なんでそんなに涼しいのかなっていうことを、いろんなツールを使って検証してみたりとか、もしくは、その自然の幾何学の研究みたいなのをしていて、
例えばバラとか花びらの花弁っていうのは、そのおしべとかめしべとかそういった大事なところを守るように花びらがついてるんですけど、まあ、それが風をコントロールするようなことをできるんじゃないかっていうことで気化学の、研究とシミュレーションを連動させてやってみたりとか、それからこれは本の中でも出てきてますけど、動物の巣をシミュレーションしてみて、アリの巣とかモグラの巣とか、プレリトップの巣とかを、まあ、モデル化してその、まあ、風がうまく循環するような、形の原理を持ってるんですけれども、そういうものを、まあ、確認したり、いろいろ試してみたりして、それからこれはこの本ができてからやったラボですけれども、最近は環境ポテンシャルマップっていうのをこの本のフォーマットを使って、東京のあちこちでやっていて、例えば渋谷とか、まあ、あの代々木とかいろんな場所 の、その風とか熱のポテンシャルマップみたいなのを作ってみて、まあ、そういったものをあの例えば東京全エリアで、事務所で持てたりするとなんか面白いデータになるんじゃないかなというようなことをやってたりします。で、もう随分やっていて、全部合わせるとまあ100個ぐらいあるんですけど、こういうのを蓄積していくと僕らは本当に10人ぐらいの小さな事務所ですし、まだ10年ぐらいしかやってないんですけど、結構な蓄積ができていて、そういったものを、プロジェクトごとに必要あれば引き出しながら、やっていると、いうふうに設計しています。で、それで今日あの2つ目にご紹介したいなと思っているのは、デジタルツールでそのいろんな身体感覚を拡張しながら設計するということを、ご紹介したいなと思っています。でどうしてこういう話をするかっていうと、シミュレーションの技術っていうのは実は僕はあの伊藤豊さんという建築事務所に2001年か2006年までいたんですけれども、当初2001年に仙台メディアテイクという建物が出てきまして、であれはまあ伊藤さんのコンセプトとしてはチューブという構造体が、構造でもあるし光や風とかエネルギーを輸送するような、仕組みでもあるというふうにおっしゃっていたんですけど、ある時に、あれはでももうちょっと光を、意識して上に広がっているチューブだったりとか風を意識して横に抜けているチューブがあったらよかったのにな、ただ結局構造で決まってしまって、端っこの4つが太くて下広がりになっていると。でそれはどうしてそういうことが起きたかというと、当時のシミュレーション技術っていうのはまあ非常に構造の方が進んでいて、で環境の技術っていうのはあの非常に高価なもので、例えば設計事務所で、何か建物の確認のために1回だけ外注費を払ってお願いするようなそういったものだったんですけれども、僕が独立した2006、7年ぐらいから一気に、まあ、いろんな安い、シミュレーションツールが出てきて、で、それを、まあ、今はほとんどフリーソフトとかもうすごく安価なあの金額で、使うことができると。でこういったシミュレーションの技術を使って自然現象を、把握しながら設計をするっていうことを、やっています。これはあのコルビュのモジュロール、をあのコラージュしたものですけど、まあ、そのいろんな、皮膚感覚だったり聴覚だったり、まあ、視覚だったり風を感じるようなもの、まあ、そういったいろんな身体感覚をそのデジタルツールで拡張しながらやると今までなかった建築が作れるんじゃないかなっていうことを考えています。で、具体的には、2つ考えていて、1つは空間スケールを拡張できるんじゃないかということです。この本でも実は各プロジェクト10プロジェクトの中で最初は全部、5000分の1のスケールの、リサーチから入って、最後1分の1とか、まあ、5分の1とかそういうディテールまでいってるんですね。その今まで僕たちが、捉えられなかったもっと広いスケールのものを、デジタルなツールで使えるように、あの捕まえれるようになるんじゃないかと、逆に言うとそこを捕まえないと環境なんて語れないんじゃないかというのが一つあります。でもう一つは、時間軸のスケールの拡張というのを考えていて、それは、例えば熱とか風とかもしくは、それはもちろん時間ごとに違うし季節ごとにも違うのでいろんな時間スケールっていうのが、出てくるわけです。でこの本の中でも、同じ平面図が季節ごとに色が違ってたり明るさが違ってたりというのを表現してたりするんですけど、そういったあの時間軸を持って設計をするっていうことが、まあ、非常にサステナブルなデザインを考える上で大事なんじゃないかと思っています。で、そういった安価なツールがたくさん出ていて、で、
もうせっかくの機会なのでこれをいろんな人に使ってほしいなと思って、最初はですね僕もこういうの開示すると僕らの特徴なくなっちゃうんじゃないかなと思って若干差し持ったんで抵抗してたんですけどまあどうせならこういうのってみんなが設計課題とかで使っちゃった方がもっと面白くなるんじゃないかなと思うようになって、それで今日もいろいろご紹介したいなと思ってます。こういうのは日進月歩ではどんどん新しいのが出てるんですけど、例えばこれはサーモカメラの iPhone につけるものです。でサーモカメラっていうのは僕が独立した当初っていうのは、まあ、1日7万円とかでレンタルで借りてやってたんですけど、今やこういったあの iPhone につけるものが数万円出せば買えてしまうというので、例えばいろんな敷地のリサーチをするときに、まあ、いろんなあの海だったらこういう熱の挙動があってとか、緑があるとこういう熱の挙動があってとか、そういったものを、具体的にビジュアルで把握しながらリサーチすることができます。で、これはあの 3C カー、これもあの iPhone のアプリで1000円ぐらいで買えるやつなんです。これすごく良くてですね、まあ、例えばあの敷地に、まあ、敷地をリサーチインプットすると敷地に飛ぶんですけど、そこの、季節ごとの太陽の位置と、高さを出してくれるんですね。これは夏の状況で、これは冬の状況で、これもちろん高度の方も出て3次元的に分かるんですけれども、こういったものを使ってその太陽の位置と建物っていうのを具体的に立体的に把握しながら設計ができます。これ多分結構面白い模型で、最近はですねこういった模型にアクリルケースを乗っけて、そこにこれがあの夏の太陽の動き でこれが中間期で、こっちが冬の太陽の動き、周辺模型の中で、まあ、iPhone とかのライトピンってつけてこういうふうに影の確認とかしながらやってるんですけど、でそれで接しとかとコミュニケーションとすごく面白がってやってくると。で実はその日射とか熱のコントロールするのに、まあ、日射、ね、どういうふうにコントロールするかがすごくポイントになってくるので、こういったツールが、非常に面白くなってきています。で例えばこれはそのボリュームに、太陽の軌跡とその建物の部屋の中心線を、結んだところを、外壁と接したところをこう色をつけているんですね。あの時間ごとに赤いところは夏の、太陽の軌跡、それから青いところは冬の太陽の軌跡、まあ、簡単に言ってしまえばあの夏は日射を入れずに、冬は日射を入れればいいわけなので、この赤いところには壁を作ったり屋根を作って、青いところにはまあ穴を作ってあげると、実はまあここに一日中太陽が当たるようなあのすごくいい場所ができたりすると、まあ、こういったことが考えられる時代になっています。それからこれはエコテクトアナリシスっていってオートデスクっていうところが出しているものです。学生さんは、フリーで使えるのかなです。で、これはまあいろんなことができるんですけど、例えば、その太陽の軌跡と、屋根面の日射の分布を、まあ、季節とか、緯度ごとに出すことができたり、でこれがすごくいいのは、例えばですね温度が出るんですね。でこういう普通の四角い箱を作った中の気温の分布と、例えばこういうダブルスキンの、ストラクチャーを使った、中の温度分布っていうのが、こういうふうに違ってくると、そうすると、このブルーのゾーンっていうのがこの快適域とその中の温度分布の差なので、まあ、例えば暖房をする時間帯のエネルギー量になるわけですね。でこれをこのブルーのゾーンを減らしていけば自然的にエネルギー量っていうのが減ってくると。でこうすることでその自分たちがモデリングしていることがそのエネルギーの問題と数値と直結してくるんですね。こういったことが非常に僕は最近面白いなと思っています。で、これはあの iPad で、まあ、安い500円ぐらいのアプリで、ウィンドトンネルっていうものです。これはまあちょっとなんちゃってアプリなところもあるんですけども、あの壁の、シミュレーションを、まあ、すごくあのリアルタイムに分かることができます。あのぜひ課題とかだとあのスケッチ感覚で使えるので使ってみてほしいなと。これはあの左から右に、風が流れているので、そこに例えば、曲面の壁を1枚描くと、こういうふうに風が分布して、場所ができて、
でまた、反対側に、局面を書くとまたこういうふうに囲われたような場所ができて、なんか渦ができていると。でそこにまた穴を開けるとまた違う、ものができていると。で実はまあ僕たちっていうのは今まで、学校での授業で習っているものっていうのは目に見えないもののデザインの仕方っていうのは習ってないんですけど、実はこの空気とか水とか全部その流体の中に身を浸していて、こういったものをどういうふうにコントロールしていくのかということが、これからできるようになっていく。でこういったあの建物の断面なんかを簡単にスタディしたりすることができます。でこれはまた別の風のソフトですけれども、まあ、フローデザイナーっていうソフトを使うとこういった広域の地形を読み込んで、ある地域の風の分布を読み込んだりとか、それを少しズームしていくと路地とか、建物によってどういったあの風の流れができているのかっていうことが分かったりします。で例えばですね、それをどういうふうに使っていくかっていうと、これは進化型のスタディって僕らが呼んでいるもので、ここに最初にこう断面の四角い断面の設定をします。でこちらから風を入れて上から風を抜いていくっていう設定をします。で次のこれ第一世代って呼んでるんですけど、この第二世代になった時に、その辺のうちの1個だけ動かしていいよっていうルールにして、例えばこの斜めに今なってるとこを動かします。でその角度次第で中の風の動きが違うわけですね。でこの3つあったら3つあったうちの一番いいやつを選んであげて、さらに別の操作をして、これは曲線にするっていう操作をして、そうするとこれが一番良くなる。でさらにこれは反対側のところの角度や向きを変えていると。そうすることで、風によってデザインが自動的に生成されていくわけです。まあ、これをあのグラスホッパーとかそういったプログラムを使っていくと、まあ、自動的に最適化が行われていくんですけど、まあ、そこまでいかなかったとしても手作業である程度簡単なことが、できるというのが、面白いなと思っています。でもう一つご紹介すると、これはあの Diva っていうソフトで、これもあの学生さんフリーで手に入るものです。ライノセラスっていう 3D ソフトに入れるやつなんですけれども、熱の解析ができます。例えばこういう街のモデリングを読み込んで、そこに季節ごとの日照を当てると、どういうふうに夏、今夏中間期冬になりましたけれども、その季節ごとにその熱の溜まり方が違うのかってことを立体的に把握することができます。例えば、これを使うと、こういう敷地で100平米のボリュームの家を建てようっていうときに、まあ、ここに例えば木があると。でその木の影の影響をうまく受けて受熱量を減らそうとすると、木に寄り添うようなものが、まあ、少し良かったりとか、もしくは逆に、屋根面の受熱量をうまくエネルギー変換して、暖房とか、ソーラーパネル使おうってなると、また別の方が赤い方が良かったですと。普段はこういうふうに僕らはスタイルホームとかでボリュームスタディを今までしてきたわけですよね。でこれと同じようなことをもう簡単に、するようなことができて、つまりそのボリュームで配置を考えるときに、まあ、熱だけで形が決まることはないと思うんですね。駐車場とか、まあ、日当たりとかいろいろあの眺望とかもあるんでしょうけれども、だけどそれを同時に考えていくことができるというのが、この特徴になります。例えばこれはあの平面図なんですけれども、これが1階でこれが2階のある小さな住宅の平面図になりますが、こちらが夏、秋、春ですか、冬かの、3つの季節で、こちらが9時、12時、15時という時間軸になっていて、同じ平面図なんですね。だけれども、そのこれは各部屋にトップライトがある住宅なんですが、その光の分布とか熱の分布っていうのは季節ごと時間ごとにどんどん変わっていくと。こういうふうにあの設計をやっている時に、ものを、動的にシミュレーションを使いながら、理解しながら、設計していくってことがこれから、必要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。どうですか、ちょっとぶっ飛ばし気味ですかね。どうですか、皆さん分かりにくいところがあったら、この辺で一回質問タイムちょっと入れようと思いますけど、今の鷲見さんのお話の中でちょっとこの辺が分かんなかったなっていう思われている方は手を挙げて、あ、じゃあ社長の方。夏と冬で太陽の高さが違うんで、
青の線と赤の線があって、でここをこう穴を掘るといいっていうふうに何か説明があったところがあったので、そこのちょっと説明、なんで穴を掘るといいのか、穴ってちょっと聞こえたんですけども、模型のやつですか。そうです。これですね。これですね。これ模型ですか。穴っていうのはちょっとすみません、言ったつもりなかったんですけれども、この赤いのが夏の、太陽の奇跡で、こちらが例えば冬ですね。だとすると、まあ、その日射をどういうふうにコントロールするかっていうのを、模型をこの透明なアクリルの中に置いて、iPhone でこう光を当てながら、スタディをすると、まあ、自分たちも分かりやすいし、セッションコミュニケーションにもいいですよっていうことをお伝えしただけですね。あ、その次の図でなんか青い線と、あ、これですかね。あ、なるほどなるほど。これは、この四角いボリュームを家の、一軒の家と考えたときに、真ん中にリビングがありますということを想定してですね。リビングは、まあ例えば70平米の床面積で、四角を描いたときに、その四角と、夏の太陽の位置を各時間ごとに結んだのがこの赤い、赤い四角なんです。でよく見てみるとこう朝から9時10時11時って書いてあるんですけど、でこの冬のやつがこの青なんですね。で、日射をコントロールするっていうのはその躯体温度をコントロールする意味ですごくエネルギー的に重要で、夏はなるべくカットした方がいい、で冬はなるべく入れた方がいいということを考えると、この赤いところっていうのはもう赤だけのところですね、穴を開けない、穴っていうのはトップライトとか窓を開けないと。でこれオリエンテーション的にはどっちがどういう方向ですか。こっち側が南なんです。こう高い位置から赤いところに夏は落ちていて、で低い位置からこう差してるのが青いところの冬なんです。で、そういったあの季節ごとに、こういった実は熱の受け方の分布があるので、それを意識して開口を開けるだけで随分エネルギー消費量って随分変わっていくと。先ほどのエコテクトっていうので温度グラフにすると実は結構違うんですよね。で 1,2 度違うだけでも暖房エネルギーってグッと下がってくるので、まあ、そういったことを考えながらデザインできたらどうだろうかという話です。図に横に赤い線と青い線が引いてますけども、あ、これですかね。これは例えば、まあ、ここに床があった時にリビングですね。で、5太陽の夏の奇跡を持ってきているのがこの赤い方で、冬の奇跡を持ってきているのがこの青い方というものです。こっち方向の断面ですね。短い方向という、ものです。よろしいですか。他にはこの辺で、質問等ある方がいれば、もしよかったらさっき の, あのウィンドトンネルっていうのを、誰か使ってみたらどうかなと思うんですけど、じゃあせっかく同級生が来ているので、ね、辻林さんにお願いして。ちょっとなんか設定上上から下にしか行かないんですけど。はい、じゃあお願いします。ここで失礼します。ここでなんか壁を描いてもらえる。なんでもこっちからこっちに今流れる。というかこれを上にすると穴が。例えば表示を変えることもできて、これはあの、赤いとかスピードが速くて。青いとか遅いところを表示したりとか、こういう、これは制圧不圧ですか。赤いとこが制圧になって青いとこが不圧になるんですが、まあ、こういう表示をすることができて、まあ、あのシミュレーションツールの、大体の欠点は面倒くさいっていうところがあって、あの入力するのは面倒くさいとかっていうのがあるんですけど、こういうかなりオンタイムでできるのが出てきていて、これがあるとほとんどスケッチ感覚ですよね。で、そういった流体を、デザインすることができるというのがあるのは、消しゴムなんで、はい、という
不思議ないです。ありがとうございます。そしたらじゃあ続きに戻って大丈夫ですか。じゃあ先へ進みますが、いいですか皆さん。はい。建物の設計プロセスをいくつか、ご紹介したいな、まあ、こういったデジタルツールを使ってやっています。で、最初にやったのが木陰っていう住宅で、その時のプロセスをご紹介します。でこれはあの井戸水をうまく循環させて、副車冷房っていう、まあ、冷房に使っているプロジェクトです。でこの敷地は、千葉県の我孫子市というところで、これ手賀沼っていう大きな沼がある近くの、高台に位置します。まあ、これがその出来上がっている外観なんですけれども、もともと既存の住宅があって、まあ、僕の同級生のご両親が、老後のための住まいとして、建ててほしいということで頼んでいただいた家です。で、まあ、もともとの家がなんか断熱が全然されてなかったらしくて、そのご主人が、僕はまあ冬は全然平気ちゃらなんだけど夏がすごく嫌いなんで夏を中心にした家を作ってくれというふうに言われて、それで、このプロジェクトをどういうふうにデザインしようかということを考えました。で、最初に、もっと広域のスケール、まあ、この本でいうと5万分の1のスケールのリサーチっていうものをやって、環境カルテっていうようなものを作成します。で、これはまあ5万分の1の、具体的な地形図に、あるシミュレーションで重ねているものですが、こういったシミュレーションの情報だけではなくて、例えば緯度経度とか地形とかインフラとか気候とか、まあ、そんないろんなあの地域の、環境情報っていうのを、まあ、簡単にリサーチして、環境カルテという、まあ、お医者さんのカルテみたいなものを、作って、その立体的に場所を把握します。で、これはあの広域の、地下のボーリングデータっていうのを手に入れて、井戸水っていうのはある耐水層っていうところにまあ溜まるんですけれども、その耐水層の、レベルをこう立体的にモデリングして、その井戸水の分布、もちろんあのネットとかで情報落ちてるんですけども、それを確認しながら設計を、しています。で、実際ここが敷地で、こういった、水脈の、近くにあるというのを把握します。それで、次にもうちょっと建築に近い500分の1ぐらいのスケールの、リサーチをしています。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、周りの建物を建てて地域の風向きを調べて、どういうふうにその路地に風が吹いていくのかというのを、調べていきます。それを、把握するとこの南西から吹いてくる風があって、それをうまく捕まえながら涼しいエネルギーを作り出せるかということを考えます。でそういった環境条件をいろいろ整理して、建築をまあ構想していくわけです。で、なんとかその井戸の水を使って地熱を使うようなやり方がないかなと思っていて、試行錯誤している頃の、ですね、こういったなんか管を使って空気を媒体にしたらどうだろうかっていう話もあったりとか、なんかアルミみたいな棒を刺したらその熱がうまく伝わらないかなとか、そんなようなくだらない話も含めて、設計と考えています。で最初はなんか、こういった、丸型のこういうユニット模型みたいなのを作ってみて、なんかこんなような家具と一体化された方がいいねみたいなことも話します。で、その後に、まあ、その影をどうデザインするかっていうことに少し話を、シフトしていって、その影っていうのはどうして涼しいのかなっていうことを議論した時に、まあ、いろんな原因があるんですけれども、まあ一つはやっぱり蒸散とか、もしくは葉っぱが持っているその冷たいエネルギーによる輻射効果っていうので、涼しくなっているんじゃないかということを、話し合いをして、それを建築化していきました。で最初はですね、最終的にはこれ木造の建物なんですけど、鉄骨で考えていて、こういった先ほどの丸い鉄骨のユニットによる案とか、こういったバスケの案とか考えていて、そのうちこういう、鉄骨の柱の中に、井戸水の管を通して、天井でこう循環させて、金属で、管自体を
冷やしてしまうというようなことを考えたりします。でもちろん環境のことばっかり考えているわけじゃなくて、プランを考えていくときとか、あとコストとか考えていくときにちょっと鉄骨難しいかなって話になって、で木造に切り替えをして、 でも木造にするといいなと思ったのが、こういった耐震壁をうまく使うと、壁があちこち向いてくれると。で、老後の夫婦の家だったので、そのドーンとしたワンルームの空間、見通しがいい空間で少しこう隠れたり見えたりするような空間の方がいいかなということで、こういった木造のユニットに、切り替えました。で、全体の構成としてはこういった10本の木造の構造ユニットを使って、その上に、箱を、2つ乗せているような、そういった、空間にしていて、1階がその2人の共有スペースで、2階が奥さんの部屋とご主人の部屋が乗っているような構成になっています。で1階の平面図っていうのは、こちらに既存の樹木の庭木の影があって、それが中に延長するようにユニットで、影というか涼しい場所が展開していて、それが家具と一体化されていて、まあ、そのある木陰の下でのんびりソファーでテレビ見たりとか、ある木陰の下でご飯作ったりとか、ある木陰の下では、なんかパソコンでちょっと仕事をしたりとか、お風呂入ってとか、そういったいろんなアクティビティと影っていうのを連動させながら作るということを考えました。で、その後そういった環境システム、井戸水を使っている環境システムと建築のディテールの検討に入っていきます。で、そのもともと井戸水をうまく使って庭を作られていたっていうのもあったんですが、その井戸水を、地下30メーターぐらいのところから、まあ、吸い上げをして、井戸水っていうのは太陽のエネルギーが届きにくいっていうのもあって18度ぐらいで安定してるんですが、それを気体の中に、気体の表面に循環させて、それで、ユニットを冷やしていく、建物自体を冷やしていくという考え方です。で、より輻射の効果が得られるように、断面を、効率的な断面を、シミュレーションによって求めています。まあ、こういったようなものですね。そうするとなるべく最短距離で、この人を囲うように、断面を描くのが、まあ、効率的なんじゃないかということで、こういった少し有機的な断面になっている。で、出来上がった内部空間というのはもうこういうものです。これが木造の、柱と、頬杖がここにあって、それで梁が上にあって、それが一つのユニットになっている。でそのユニットが、地震に対して XY 方向にバラバラ向いていくので、いろんな、見え隠れするような空間が生まれています。こういうふうにキッチンと、こちらは、ソファーのスペースです。で、ユニットの間にはこういったトップライトが取られていて、そこからまあ光を取ることもできます。で、お風呂場とかも同じような仕組みで使っています。で、この本では実際その建築の図面の表現も新しい表現をトライしていて、まあ、例えばこういった、内部空間を我々は二次元の断面図というもので表現していたりするんですけれども、ここにここの空間の輻射環境っていうのを表現しています。実際ここの、ポンプアップされて、ね、入ってきた井戸水っていうのが18度ぐらいで気体の表面を、循環しているので、表面からまあその気流がこういうふうに出て、涼しいエネルギーが下の方向に溜まっていくわけですけれども、そういったものを一緒に表現すると、もしくは平面図でどういうふうに自然の通風が行われているのかということを、重ねて表現すると、そうすることによって何か今までは環境建築とかっていって断面にこう適当な矢印を書いて、なんかあたかも成り立つようなことをみんな言うんですけど、我々建築家はこういった自然の現象をもっとリアルに捉えていくべきなんじゃないかということで、こういった表現にも今回捉えています。で、僕ら その、ラボのチームはこの最後このシステム効果の計測をするところまで、面倒を見ていて、ここではサムカメラをその当時は借りていて、この輻射効果っていうのを、カメラで確認したり、もしくはこの熱伝追っていう温度を計測できる線を具体の中に埋め込んでおいて、それによって、その具体がちゃんと冷えているのかというのを、確認しています。これはまあ気温が28度ぐらいの真夏日の時に、水温を
水温が18度くらいのものを流すと、グググッと入れた瞬間に下がっていって、ある程度いくと、結露とかのリスクがあるのでストップがかかるようなその制御システムによって、コントロールをしています。これがまあその木陰っていう、まあ、僕が独立して最初にやった住宅でやったことなんですけれども、これをその後いろんなプロジェクトで、展開をしています。でここからはあまりあの今みたいにいっぱいは話さないですが、まあ、ポンポンポンと話していこうと思いますが、これは斜面地に建てた地中の住処という、住宅です。でここはまあ斜面地なので、日当たりが良くて、そして南からこういう風が吹き上がってくるような、環境です。で、たまたまこの斜面地で地盤が悪かったのもあって、その地下2メーターぐらいの岩盤層に基礎をつけないといけないというような、環境だったんですね。そうしないと地崩れが起こるリスクがあった。で、建物自体をじゃあ埋めてしまおうということで半地下状に埋めたんですが、まあ、どうせ埋めるんだったら地下の熱をうまく使えないかなということを考えました。で、その建物を半分地下に埋めることによって、その地下の安定した熱で空気を冷やすような、仕掛けが作れないだろうかということで、風の流れのシミュレーションをしています。地下3メーターっていうのは実は夏と冬で気温差が5度ぐらいに非常に安定をしていて、それは地上だと要は20度とか、30度と違うものとはそのぐらい安定するんですね。でそれをうまくこの空気を通してあげることによって冷やしてあげようと。で3つの、部屋の配置をいろいろ変えながら風がうまく流れるようにシミュレーションを重ねていって最終的な部屋の配置、まあ、もちろんお施主さんの好みとか用途とかも加味しながらやって、最終的に決定していっています。で実際にこれが出来上がった感じで、建物自体も、まあ、斜面に埋まっているだけじゃなくてこういうふうに緑も覆われていて、まあ、ほとんど建物だか地形だかわからないような、ような空間ができています。で、こういう地中の階段のところによって、ごめんなさい、部屋がつながっていて、ここの部分というのは本当に入るとひんやりしたような、空気があって、こういう断面ですね。実際の地面のレベルっていうのはここにもともとの地面のレベルがあって、まあ、半分お風呂に使っているようなそういったあの涼しいエネルギーを享受しているような住宅になります。で、これまた別の物件ですけれども、墓毛の断床っていう、住宅です。ここも、これもさっきのやつも、九州の福岡なんですけれども暑さ対策を、まあ、求められました。でこういう3階建ての住宅で、2、3階の部分が専用住居部なんですけれども、その部分に大きなテラスを取りたいと。ただここは近隣商業地域っていって非常にあのマンションとか建っていてプライバシーが取りにくいような場所だったので、何らかそのルーバーみたいなもので、覆いたいという話があって、それで、そういったものをデザインすることを求められました。で、敷地の周辺を、まあ、あのリサーチする中で、僕らの中ではそのうまく、葉っぱが蒸散した時にできる、涼しくなるような仕組みを、この中で使えないんだろうかということを、考えるようになりました。で、これが断面のダイアグラムなんですけれども、こういうスキップロアの建物に対してテラスがこういうふうに段々状につながっていて、ここにルーバー状のものを回すんですが、それをあのセラミックって言って、まあ、土を焼いて固めたようなパネルで、作っているんですね。でその土を焼いたパネルっていうのはすごく保水してくれて、1回雨が降ったら2週間ぐらい保水してくれてるんです。でさっき言ったように木陰がどうして涼しいかっていうと、葉っぱ触ると大体すごく温度が低いので、それに囲われていると、輻射環境というのがぐっと下がるので涼しくなるんですけれども、ここではその、水をパネルに供給して涼しくしようと、いうことを考えました。で、このパネルの配置も、少しシミュレーションを使ってやっていて、樹木の葉っぱっていうのは上の葉っぱの影にならないようにずれながら光合成するためにあるんですけれども、これはあの、気化冷却っていう太陽のエネルギーに当たって、涼しくするような原理なので、少しでも上のパネルの影を少なくするようにシミュレーションと形態生成を繰り返しながら形を決定していきます。
で最終的にはこういう均質な状態、左側のものに比べて右側のものも 20% ぐらい影の量が減っているというような状況になっています。これが面白いなと思うのは、その近代建築っていうのは人工的な合理性のもとに作られて、機能とか、なんか構造の合理性、コストの合理性っていうものを考えていったんですけれども、いざ自然の合理性っていうのを建築の中に導入していくと、こういった有機的な形の方が合理的だっていうことが言えるようになって、もちろん自然のためだけに建築を作っているわけではないので、そのバランスが大事なんだけれども、その両方を加味していくと実は有機的な建築になっていくんじゃないかっていう、僕の妄想というか、その目標みたいなものもなんとなくあって、そういったものに対して今向かっていっているような気がします。で出来上がったのはこういう、なんとなく、ランダムなんだけど自然の原理に寄り添ったようなパネルの配列の、でこれが、事後的にリサーチしたもので、左側が、水を含む前の状態で、右側が水を含んだ後の状態で、これ実はわずか7分ぐらいの間なんですけれども、わずか10分ぐらいの間なんですけど、7度ぐらいの温度が、下がって、輻射環境としては7度ぐらい下がっているというぐらい、効果が出ています。次にご紹介するのは九州芸文館っていう、小さな公共建築のプロジェクトです。で、これは九州新幹線が、できまして、その駅がここにあるんですけど、筑後船小屋っていう駅があって、その駅前の拠点施設として、美術館的な機能を、求められました。でこちらの本館の部分を熊健吾さんという人が設計して、で僕らはその市民ギャラリー棟というのを、こちらの方に建てました。で公園全体が人工的な公園で、ほとんど影がないような、空間だったので、そこにどういうふうに涼しい影を作るのかなということを、一つの、テーマにしました。で、たまたまこの地域で、クスノキというのが取れるということが分かって、でそれをたまたま公園を作るにあたって寄贈してくれるという機会をもらったので、そのクスノキをどういうふうに建築と共存させるかなということを一つのテーマに。でそこにあるクスノキっていうのもめちゃくちゃ大きくて、でかいものだと、周長が4メーターぐらいあるような巨木があるんですけど、そういった巨木っていうのは実は根っこもすごく大きくて、その根っこのために地面を開放してあげたいなというふうに思ったので、建物全体を空気層からそのまま壁柱を立ち上げて、で、そこから床と、屋根を垂らすように、作っています。そのちょうどこう紙を持つとこういうふうにカテナリー局面というふうになるんですけれども、そのカテナリー状になるということは重力に従う合理的な形状になるということなんですけれども、そういった、吊り構造のストラクチャーにしようと考えました。で、これは構造的な、フェム解析というのを使って形状を作っているということです。で、それはこういった風の解析でうまく通風が取れるかっていうようなことも、加味しながらやっています。またその樹木の廃止というのも、その落葉樹と、そういただいた常緑樹の部分を組み合わせながら設計していて、こちらが夏の状態で、樹木っていうのは夏になると葉っぱを茂らせてくれるので、その葉っぱによって室内部分に大きな影ができる。で冬になると、落葉するので、葉っぱが落ちて、日差しが入ってきて、暖かいエネルギーになっていると。そういう自然のリズムと一緒に、できるような空間を考えます。こういうものです。で、それと、ちょっとずるずる話しちゃってますけど、オフィスも、トライしていて、これはキカゴのオフィスという、オフィス空間です。リサイクル業者さんのオフィスなんですけれども、これも福岡の、福祉県南側の、プロジェクトになります。でここはお茶の生産も盛んな日射の多いエリアなんですね。 1年間でもその、日射量がすごく安定して多いエリアなんですけれども、こういった広域の解析をして日射量を、確認しながら、オフィスっていうのは 40% ぐらいのエネルギーを照明エネルギーに使っているので、なるべくその照明エネルギーを使わないで済むようなオフィス空間というのを考えました。でこの出来上がった空間はこういうふうに自然最高に包まれていて、というのも
屋根面が透明折半っていって、FRP のこういう波板でできていて、で正面側も、ポリカーボネートの、板でできていて、要は全部光が入ってくるんですね。でそこに透過性のある断熱材と、その拡散するためのこのアジロっていって、古い古材をスライスして編んだような、表面のルーバーみたいなのを作っていて、それによって、オフィスの均整度を保っているというようなプロジェクトをやりました。これはまあ社長室から利用しているところです。で、これもやっぱり、自然のエネルギーを入れるっていうことはいいところもあれば、まあ、悪いこともあって結構苦労するんですけれども、それをうまくシミュレーションで検討しながらやっていて、左側っていうのが、晴天時の光環境で、この時はまあ750ルクスくらいあって、まあ、十分に、成り立ってます。で右側が曇天時の光環境、これでもまあ最低でも250ルックスぐらいは取れますよということを確認しながら設計を進めました。それからこの近くでやった住宅のプロジェクトも簡単にご紹介すると、この日照はいいエリアなんですけれども、ここは山間部で非常に夜間が冷え込むような住宅だったんで、そのいかに日中のエネルギーを使って夜間を温めるかということにトライしました。これがあの熱のシミュレーションで、周辺地域を解析しているものなんですけれども、まあ、ここはやっぱり日射量が多くて日中はすごくエネルギー量が多いと。で一方でこれが夜間、午後の日射量ですね。午後になってくると急にやっぱり日射量が減ってきて、夜間までいるともうこのぐらいのエネルギー差があるわけです。で、そういった山間部の気候に対して日中のエネルギーをうまく夜間に、移動させてあげると、まあ、夜間の温度が、まあ、暖房とまではないんですけれども安定するだろうということで、仕組みを考えました。でこれは先ほどお見せしたエコテクトというソフトで熱のシミュレーションを季節ごとにしているところです。で実際いろんな屋根の勾配で重力関係ができるかとか、まあ、日射量がどうかというのも実験で確認したりしながら決めました。で最終的にはこういった断面のユニットで組んでるんですけれども、普通屋根に断熱材というのが貼られていて日射は受けませんよっていう考え方で作るんですけれども、このユニットはこういう三角形の懐を持っているユニットで断熱材をこの三角形の下側につけているんですね。こうすることで、まあ、ここに暖気だまりみたいなのが日中できて、その日射熱を、ファンで床下に引き込んであげて床に日中の暖かいエネルギーを貯めてあげると。それによって、まあ、床の冷え込みを少しでも減らそうというような考え方で作っています。で実際はこういう集成材 25mm を303ピッチで、並べた列柱、これが柱なんですけど、でできていて、それがまあこの屋根の熱を移動させるダクトでもあるし、こういった本棚みたいにもなっていて、それが、まあ家の中の空間を作り出すように、で家具をデザインするっていうのも僕も最近はいろいろ興味を持っていて、これは二重屋根の家というものを作りました。これは左側が、これは山口県の下関市というところで建てた家で、明太子屋さんの社長の家だったんですが、まあとにかく土地がやたら広くて住宅地の中の、1300平米ぐらいのこういうちょっと変形した敷地に建っています。で、大きな敷地っていうのは非常に、いいようなんですけれども、まずプライバシーがなくて誰からでも見られるっていうことと、もう一つは、周りの住宅が2階建てばっかりなんですけれども影が落ちないっていうデメリットがあります。で実際この赤いラインが敷地のラインなんですけれども、そこに落ちる影の量を見るともう夏には全然影が落ちないんですね。つまりずっと日にさらされていると。でその夏のそういった日射をどういうふうにコントロールするかっていうことが、一つのポイントになりました。で、これは基礎周辺の建物の影、ほとんど敷地落ちない影と、
この建物の上にもう一枚乗せた、すだれのような屋根の影を重ねているものです。普通のこういう四角いボリュームの家にもう一枚、こういったすだれのような屋根をかけることによって影を作り出して、その涼しい場所に家を作っています。実際にできているものは、こういった写真になっていて、両端にこういう壁柱で、40メーターぐらいのスパンをこの間伐材でできた、ルーバー状のもので、二重屋根を作り出しています。下側に木造の、平屋の住宅があると。で、これはあの太陽の軌跡を季節ごとに、やったので、さっき見てもらうと単純に、屋根に、ルーバーかかっているので少しところどころ穴が開いていると思うんですけれども、その夏の日射を基本的に切りながら冬の必要な日射は取り入れようということを考えて、でさっきの話とも近いんですけれども、例えば、リビングがあった時にリビングがこういう時間帯に、活動が行われているっていうのを割り出すと、冬の例えば冬の2時にリビングにいるとなると、その2時間前ぐらいの日射がうまく入ってくるように太陽とリビングを結んだ位置にトップライトと穴を設けてあげて日射を取り込もうと、そういうルールで、形状を決めていっています。それからこれはルーバーの、すだれのですね、すだれの開口率も検討していて、ルーバーなしの状態と開口率 50% の、すだれを作ることでこのぐらいの日射量の変化があるということを確認しながら設計しています。で、そういったものを積み重ねてこういったトップライトの位置と、こうすだれの穴の位置っていうのを決めています。で、室内から見るとこういったトップライトから、日射が必要な時間に必要なだけ入ってくるようにできています。こういうように、最後に最近できた、学校と文化ホールのプロジェクトをご紹介します。これはあの嬉野市っていう佐賀県の、中学校のプロジェクトです。これは広域の解析になりますが、ここはあの大きな河川2つに挟まれたような敷地になっています。そこに、こういう 南東の風が、吹き上がっているというような敷地があります。で、これ見ていただくと、全体があの高床になっているんですけども、あのここはまああの何年かに一度川が、逆流してその時に大雨が降ると洪水が起きるというような敷地なんですけれども、そういう敷地で全体をあの高床にした計画をしています。で、一方で、ここは伝統建築物群の前に立っているので、こういった景観を重視して堀屋根の形状を作ったんですね。こういう金属屋根の折り屋根によってこの前にある伝統建築物との調和が分かったんですが、その折り屋根によって、雨水をうまく集めてあげようと。つまり、洪水のような水の災害に対しては高床で応えながらも、普段はその水の恵みをうまく、生かしたような学校空間を作れないだろうかということを考えました。で、この折り屋根をこういった Y 字型をした、バタフライ形状の鉄骨フレームのユニットによって実現していて、これによって雨水を集めています。これがその、シミュレーションになります。これはそのうちの一部ですけれども、その雨水を、実際これ研いで集めているんですけれども、屋根のバタフライの谷で集めて研いで落として、池と水路に、送り込むようなことを、計画しています。それで、中庭の部分にレインガーデンという庭を作って、その水と緑によって、庭の空間を、作り出しています。それはあの葉っぱとかが下水地域だとうまく谷の形状を作って、水を集めているような原理と同じで、うまくその谷の形状っていうのを生かしながら、庭に水を集めてその地域のクールスポットとなるような、場所を作り出すというような計画になっています。で、こういった庭にある水路に水を集めて最後は、そこに樹木や水草系を集めてレインガーデンっていうのを作り出す。
先ほど最初に届き警告っていうのをリサーチしてたと思うんですけども、谷状の形状っていうのは非常に面白くて、涼しいエネルギーが溜まりやすい形状になってるんですね。谷になってるとそこに谷風が吹くし、要は風が集まってくるし、水も集まってくる、冷たいエネルギーが集まってきて、で、樹木が生えてるとそこの影でできた涼しい空気も集まってくるようになってます。で、このシミュレーションは僕すごく気に入っていて、建物の、樹木による影のシミュレーションと風のシミュレーションを重ねているんですけれども、このやっぱり間のパブリック空間ともなる、中庭の空間に涼しいエネルギーを集めているのがすごくよくわかるかなと思っています。で、まあ、これが実際の出来上がった風景です。で、なるべくその雨水を集めているのを学校教育上見せてあげたいなということで、まあ、こういったトイとかを露出したりとか、まあ、これは貯水槽を兼ねている水盤の部分を、まあ、見せるように作ってたりしています。それからこの隣に社会文化会館という、まあ、文化ホールを作ったんですけれども、そこではまあ音のシミュレーションをしながら、ホール空間を作っています。で、これ見ていただくと前面が平土間になっていて、奥側に段々になった断章ができている、ホール空間があるんですけれども、天井と壁がこういう折り紙のように折れた形状になっています。これは三浦織って折り方をしているんですけれども、これをその音の空間、音のシミュレーションによって形状決定をしていっています。これはアンズスタジオっていう、竹中さんという方と共同してやったんですが、最初2つのプログラムを作ってもらって、彼はプログラマーなんですけど、1つはこういう折り紙を作っていく折り紙プログラムというのを作ってもらって、折り数とか折り深さとかを作ることによっていろんな企画を作り出すという、ことをやるもの。それからもう1つは、音のシミュレーションをしてもらう、音響の音線図というもので、音のシミュレーションをしてもらうシミュレーションのプログラムを書いてもらいます。で、この2つを、連動させて109個ぐらいの、形状の中から、ベストの音のベストのものを選んでもらって、こういった 3D プリンターとかで、実際に模型を作りながら、最後はこういったプロジェクションマッピングというものをして、音の確認をしたりして、決定しました。なるべくその直射音が、反射音が客席に均質に行くかっていうのは、まあ、一つの音環境の条件として重要でして、初期の反射音がうまく、観客席に、均質に行くように形状を決めていっています。で、この2つのプロジェクトっていうのは、先ほど言ったように防災的な機能も兼ねていて、全体がこういうふうに、洪水対策で高床でできているんですけれども、それは、こういうふうになっています。全体はこういう高床で結ばれていて、向こうまで抜けるようになっているんですが、地域の避難動線にもなっていて、それを、避難シミュレーションをしながら、決めています。で、これはまず河川の流域をシミュレーションで決めて、洪水時にどういうふうに水が溢れていくのかということを、チェックしているところです。実際にこれ2002年の時の敷地の状態ですが、1メーターぐらい完全に水没している状況です。で、僕らとしては隣にたまたま市役所が建っていて、そこがまあ高床でできているんですね。で、そこの仕組みをまあうまく延長して全体を構成していこうと。で、うまくやると避難するっていうことは地域の防災的な目的を兼ねるので、普段だと閉鎖的になりがちな学校空間っていうのをうまく、開いていくことができるんじゃないかなってことも考えました。これがつまり日常の状態で、日常はこういった高床を持った学校なんですけれども、洪水時にはその下のところまで水が来て、少し貯水池として周りにも水が行きにくいような計画にしています。で、これはその避難のシミュレーションをしているものになります。まあ、ハザードマップにも思いっきり引っかかっている場所で、このこちら側にいる300世帯ぐらいの住民を洪水時にまあうまく避難させれるように、計画をしているわけです。これはまあシムトレットっていう、避難シミュレーションソフトを使ってやっているものなんですけれども、こちらの浦田川っていう川がこの一番低いところから浸水を始めます。
で、浸水が始まってきて最初に逃げれた人はいいんですけれども、逃げ遅れた人が、十分、避難時間稼げるように学校の地面のレベルを少し、周りよりも低く掘ってあげて、そこにまず水が行くように計画する。その間に、少し避難ができる。で、さらにはグラウンドに次に溜まるようにしてあげて、最後に周辺に、漏れていくと。まあ、そこまでいくことはもう今はほとんどないみたいなんですけれども、まあ、最悪そういったことも想定して、避難の計画をしました。で、まあ、その避難するような洪水が起きるのは、まあ、そうは言っても10年に1回ぐらいらしいので、あ、これが避難の時ですね。2つの施設をこうつなぎながら、避難空間を、提供しています。で、それはまあ、10年に1回ぐらいのもので、日常はその水の豊かさを感じられるような、レインガーデンという庭を作ってあげて、それが、普段は学校の生徒が行き来するのが見えたりとか、例えばこれは週末の風景なんですけれども、週末には体育館とか武道場みたいなところをちっかい方してあげて、その人たちがふらっとやってくれるようなパブリックスペースになってたりとか、そういうことを、この避難シミュレーションとかを使いながら実現しました。すいません、なんかちょっとリズムが悪かったかもしれないですけど、これで一通り終わります。清水さん、ありがとうございました。ですね、時間はまだあと20分ぐらいあるので、時間をもう少し本当は時間を取りたかったんですけど、質疑を、でやっていきたいと思います。で、質疑の時間を少し長めに取ろうと思ってたのは、やはりこういうことがですね、今後は普通に住宅を設計していく人、まあ、組織にいると大型のシミュレーションというのは割と簡単に使えるんですが、住宅設計なんかだとなかなかそういうハードルは高くてやれないと。ただ今日の話にあったように、もう、まあ、シミュレーションツールも観測ツールも目の前まで来てるんですね。で、そういう中で、ね、皆さんのそういう設計をできるようになってほしいっていうのは、僕なんかも編集者として思いもありますし、まあ、できるだけ清水さんみたいになってみようみたいな、そういうこともちょっと思っていて、できるだけそういうこういう技術をですね、今日は入り口をとにかくとかきっかけをこう持って帰ってほしいなっていう気持ちが僕なんかもあります。清水さんにもそういうことをお願いして今日話をしていただいたつもりです。なんで、積極的にぜひ質問がある方は挙手をお願いたいと思います。もしなければですね、僕の方から今日この関係者の人が 2,3 人いるので、ちょっとその辺の人たちも、巻き込ませていただいてですね、いろいろ、そういう方々に会談をしていただこうとも思ってますが、まずどうですか、今までの流れの中で。はい、じゃあどうぞ。お話どうもありがとうございました。私も同じく住宅設計をやっているもので、非常に理想的な活動をされているなと思って、非常に楽しく拝聴しました。で、まあ、細かい話は多分今日お話できなかったと思うんですけども、やはり興味のあるところはそのシミュレーションを非常に対応されていて、で、住宅設計なんかやってると、まあ、当然シミュレーションやりたいんですが、その時間とかあとその回数とか、まあ、先ほど最適化ってお話がありましたけども、当然シミュレーションをこう繰り返せば最適化に近づくと思うんですが、やっぱりある限界があると思うんですよね。その辺のその線引きっていうのと、どの程度までやられてるのかっていうことが一つと、まあ、それと絡むんですが、非常に下世話な話、そのシミュレーションをこうやる時間とコストですよね。住宅設計とかはかなり限られたそのフィーの中でやってますので、その辺をどの程度までこうやってらっしゃるのか、その辺をお聞かせいただければと思います。コストっていうのは、ちょっと、もうちょっと補足すると、ラボとその設計という2つの組織でやってらっしゃるっていう、非常に理想的な体制でやってらっしゃると思うんですけども、そのラボのフィーとか、その辺はどのように演出されているか、ちょっと下世話な話になりません。まず設計でどのぐらいシミュレーションをやれるのかっていうときに、これは年々本当に設計のシミュレーションツールが進歩してきていて、最初はやっぱりすごく手続きは面倒なシミュレーションが多くて、やっぱ回数が少なかったんですけど、今はなんかどんどんですね、普段
設計するときに皆さんスケッチアップとかあのライブテラスとかっていうのはまあ普通に今使われていると思うんですけど、それとも連動するようになってきたので、そこの手間がほとんどなくなってきてるんですね。で、ただまあ全部やりきるっていうのはかなり難しいので、特にやっぱり最近思うのはまあ配置のレベルとか窓をどう開けるかとか、大きな形がまあ I 型なのか L 型なのか、まあ、そういった部分で、あと屋根の形とかですね、しっかりシミュレーションを介してやれるといいなっていうことで、集中的にやっているのがあります。でこの環境っていうのは多分年々改善されるので、まあ、ほっとけば普通の今ある既存の CAD ソフトですよね、まあ、ベクターワークスとかオートキャドとかのもう普通にコマンドの中に入ってくるようになる日が多分5年ぐらいのうちには実現するんじゃないかと思ってますので、まあ、逆に僕はその辺は先行して、じゃあそれを使ってどう設計できるのかってことに興味を持ってやっているところです。で、ラボ活動に関しては確かに理想としては独立部隊を持ちたいなっていうふうに思っていて、そうしたいとは思ってるんですが、なかなかそうもいかないので、うちのチームとしてはやっぱり専業ではなくて兼業で設計やりながら、ラボに参加していると。でやっぱり学生さんの力もやっぱり借りなきゃいけなくて、ただやっぱりインターンとかで、皆さんが来ますよ。年間にそうですね 2,30 人やっぱり来るんですけれども、僕はその学生さんの、そのオープンデスクとかインターンという文化が日本ではすごくこき使われるような文化になっちゃってるところがあって、それはなんかいかんなと思っているところがあるんです。ただまあせっかくだから体験してもらいたいなと思っているので、半分は設計実務の、まあ、どういうものか知ってもらうために補助をしてもらうんですが、半分の時間、例えば朝午前中と夜ご飯以降っていうのはラボ活動に参加してもらって、でテーマだけ与えて、あとはもう自分で自己流にいろいろ研究してくださいというふうにやって、ただ最後に発表あるからねというふうにやっておくと、結構皆さん頑張ってやってくれるんですよね。で、まあ、それに便乗して自分のまあ興味あることをまあ一緒に調べてもらったりとかっていうような今は活動の仕方をしています。ただもうちょっとさ、未来としてはもうちょっと僕らが環境のコンサルティングとかまで踏み込んでやれるようになりたいなっていう願望もあって、そういった組織作りもおいおいはしたいなと。ただまあなかなかそうもいかないなというのが現状です。はい、ありがとうございます。いきなりど真ん中の質問ありがとうございます。やっぱりその辺の話をですね、みんなで共有していくことは、これから住宅、特に住宅設計をやって、今お話にあったようにやはりコストとかの問題大きいと思うんですね。で、まあ、センサーのお話の中にもありましたけど、例えばサーモカメラを1日借りると1万円、あ、7万円だったのが、今はあれ5万円って言ってましたよね。4万円とか5万円で、そこまで一気に下がってきてますし、いろいろなこの黄色いページの中に書いてあったようなやつっていうのは、実は結構ね、3分の2ぐらいは日本じゃないんですね。海外の廉価な、シミュレーションソフトだったりするんですけども、世界では結構そういうことも進んできているので、まあ、幅広くいろいろ見ていただいて、自分で使いやすいやつを手に入れてどんどんやっていくと。で、環境って経験が非常に重要なんですけど、経験しないとなかなか分からなくて、で踏み切れないことってありますよね。だからシミュレーションの中である程度自分なりに経験値を積んでいくってこともこれからは大事になってくるような気がします。で、次世代省エネ基準等が入ってくると、もう住宅の人にとっても、そういったシミュレーションで数値化することがもう必須になっちゃうんですよね。だからやっぱり今の時点である程度自分たちの方法論っていうのを作っていかなきゃいけない、防御のためには。まあ、そういうこともまあこの本を作った側の思いの中にはあるので、ありがとうございました。他にはいかがですか。あ、じゃあそちらも、お、いっぱい上がりましたね。じゃあどうしましょう。じゃあ奥の方の方から。どうもありがとうございます。しびれたの一つ、本当にかっこいいなと思います。いくつかお伺いしたことがあって、一つはたくさんシミュレーションをしてきた中でも必ず最適化とおっしゃっていましたが、ある判断を下すと思うんですが、たくさん出てきた中の絞り込んでいく過程で、例えば熱みたいな光感とかで絞り込んでいく判断基準みたいなのを先月さんの僕のものが終わりになるのか、なんかそういうことをと、あとこれだけ実践とシミュレーションを重ねていかれると、多分感覚とか体感とか。
そういったものが研ぎ澄まされてきて、意外にもシミュレーションいらないんじゃないかなというふうに、そろそろ知ってらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですが、その先というかですね、シミュレーションどうかというのを聞かれようと思います。まず最初の質問に関して言うと、シミュレーションの、何をクライテリアとして最適化するかっていうのは、まずすごく重要なところで、どのプロジェクトも環境のリサーチを最初にしてたと思うんですけど、あれはまあある種のクライテリア探しみたいなところがあります。で、例えばごめんなさい、いくつかやり方があって、あ、ごめんなさい、これか。これはさっき言った進化型のプロセスというもので、なるべく例えばクライテリアとしては、ベンチレーション効果が最大になるほど、まあ、その夏の冷房エネルギーが少なくなりますよということをクライテリアとしたときに、それになるべく近づけるやり方の一つとしては、こういったなんかステップを踏みながらベストなチョイスを積み重ねていくというやり方が一つあります。で、もうちょっと単純なやり方としては、相対比較型というのがあって、まあ、一般的に皆さんがスタディやってるのと一緒ですけれども、バババって思いつく限りやってみて、それを並べてみて、例えばこれを屋根の受熱量っていうのをさっきの工事付けってやつみたいに冬の床暖房に使おうと思うと、なるべく効率よく熱を取れた方がいいわけですよね。そうするとこの屋根の合計の収熱エネルギーが最大になるやつを取ろうと。もちろんそれ以外のコストとか候補でも決まる部分もあるんですけれども、そういったような決め方をしています。で、2つ目の話がやっぱりすごく面白くて、今日もアラップの清野さんと一緒にやってる方が来ていただいてるんですけど、この間も彼と話してって思ったのが、だんだんですね、これは図面の中で気流が見える怪しい人みたいになってきて、本当に見えるようになってきて、で最近学生のエスキュースしてても、広域の地形の模型とか見てると、なんかその空気の動きがだんだん読めるようになってきて、つまりなんかだんだんそういう力を磨いてるんだなっていうような気がします。で、実はなんか昔の人って、今田舎の人って言っちゃいけないかもしれないけど、まあ、その向こうの空を見て明日雨だなとか雨降るなとかすぐ分かるようなことあったと思うんですけど、それやっぱり経験値の中ですごく研ぎ澄まされた部分とかがあって、で僕らはまあその都市の中で生きていく中でいっぱいそういうのを忘れちゃっていて、まあ、それをもう一回また別の力で、なんかデジタルの力でなんか復活させてるような気もします。ありがとうございました。じゃあ、もう一人そちらで手を挙げないと、はい、順番に行きますんで。ありがとうございました。素晴らしい声。さっきの方の話ともちょっと重なるんですけれども、最初にカルテを作るって言われてましたね、広域で。ああいうものを、例えばそのこれを今回はカルテで作ろうって毎回こうその場で決めてるのか、それとも最初にもうこれは絶対作っておくんだよっていうのを決めてやってるのかっていうのをまずお聞きしたいですけど。はい、それだけでいいですか。あともう一つ、その例えばそういうものをこうお施主さんに見せると、多分こう作るものの共有できるイメージとだいぶ変わってくると思うんですけど、そういう何ですか、お施主さんとのコミュニケーションにも何か変化は、そういうのを今までと違うものを感じられてますか。はい、このカルテっていうのはとりあえず網羅的に調べるっていうのが、僕らのやり方で、っていうのも最初からちょっと決め打ちしちゃうのは危ないところがあるんですよね。例えば、まあ、最近山間部だから夜間冷えるなとかっていう話があるんですけど、でも山間部がそのただ夜間冷えるだけじゃなくて、変な方向から吹き下ろしの風が来たりとか、何かそういういろんな複雑な条件があるので、とりあえず一通り当たろうっていうのがあって、そのため の, まあ、カルテっていうのは、まあ、この項目は大体いつもやっているもので、まあ、そのさっき言ったようないろんな気温とか地下水とか降水量とか全部含めて、まあ、本に載ってますけど、ものを調べています。でその中で、やっぱりそのお施主さんもそこに住むわけですから、実はここは冬この時間帯に石当たりませんよとか、夏は実は海際の家なんだけど海から風が吹きませんとかって言うと、ええー、とかってなって、すごくそのプランニングする上でのコミュニケーションってすごくいいというのがあります。で僕はそのエネルギーの話っていうのは、
設計者だけでは解決できないと思っていて、クライアント、ユーザー側とどうそれを共有できるのかってやっぱり重要だと思っていて、でだんだんまあそれで僕らも意識が変わってきて、その家づくりのプロセスの中でそういうものを共有できるように心がもちろんそのお施主さんのリテラシーには違いがあるので、まあ、だんだん僕のところにそういう人が寄ってきているのかもしれないんだけれども、なんかそういう話にすごく皆さん興味を持ってくれてはいますね。はい、なんかあの科学実験みたいに打ち合わせの楽しそうだなと思って。この間もあのアルセシにさっきのあの太陽光度が映ってるやつを見せて、こう iPhone で光当てながら見せると、まあ、それなりにやっぱり家を建てる世襲にとって何千万とか何億とかかけて建てる世襲にとって、この時間帯影になっちゃうんですかっていうと、それなりにやっぱり気になるわけですよね。でもやっぱり眺望こっちに対して欲しいなみたいな、そのバッティングを一緒に考えていけるっていうか、それが面白いような気がします。ありがとうございました。と、じゃあ、はい、私も小さな設計事務所に勤めているものなんですけど、最適化についてもう少し踏み込むとしたいなというふうに思っていて、携帯の最適化については、いろんなシミュレーションだとかパターンを出して、これだというふうに決めていくというプロセスが非常に分かりやすく説明されていたと思うんですけど、僕も衣装設計をしているので、やっぱり材料とか仕上げがどういうふうなこうプロセスで決定していくのかっていうのは非常に難しいところがあって、で例えば先ほど の墓毛の断章とかでもセラミックとかを使って、いるみたいな、そういう材料的な特性を環境に生かしているっていうのは非常に分かりやすく説明されてたと思うんですけど、他のプロジェクトでもなんかこういうプロセスでこういう材料を決めていくとか、こういう最適化が過程でこういう材料でなければならないみたいな、なんかそういう材料と仕上げの最適化過程の話をもう少し聞けたらいいとかあるんですか。その材料に関しては僕らもまだこう発展途上みたいなところがあって、なかなかそこまで引きいかないけど、すごく重要だなというふうに思ってます。でそのこのセラミックに興味を持ったのはこのプロジェクトもそうだし、他の土の住みかっていうプロジェクトだとセラミックじゃないんですけど、土で仕上げていて、両方ともすごく保水するんですよね。一般的にはその衣装材料っていうのはその見栄えとか耐久性とか色とか形とかで何か選んだりするんですけど、そこに一つ環境的なファクターを強化軸として入れてあげると、でその今その水っていうのはすごくすぐ排水するように都市とか建築が作られているので、いろんな都市洪水とかそういうものを引き起こしてたり、ここ水を起こしてたりすると思うんですけど、例えばそのセラミックっていうパネルはその中に水を2週間蓄えるっていう、その時間をその中に持っている素材だと思うんですね。でそれはまた別の見方をすると、熱もコンクリートでやるのか、木でやるのか鉄でやるのかで、例えば、さっきの二重屋根の家っていうもので、最初は実はあれ中空レンガ材っていうレンガでできていたルーバーなんですよ。でこそ見積もったら、あれだけで一軒家が建つぐらいになっちゃったんで、ちょっと無理だなと思って間伐材に最後したんですけど、やっぱりその熱の挙動が全然違うので、その何を選ぶかっていうのは衣装的なものも耐久性もあるんだけれども、もう一つそういった環境的なファクター、特に何かその時間的な挙動ですよね、それはすごく重要かなというふうに思っています。で今後もまだ僕らはその、さっき本のタイトルのように風の形とか熱の形っていう形の部分をまずは突き詰めているんですけど、この先に工法とか、その地場で取れるその材のこうサイクルだったりとか、そういったものを含めた材料の部分にこれから入っていきたいなというふうに思っているところがあります。ありがとうございます。はい、もう一方ぐらいこの辺でいらっしゃいます。おお、いっぱいありました。じゃあ、今日はどうもありがとうございます。準備してます。大変面白い話をありがとうございました。非常に環境とかですね、エネルギーのことについて知見を深めてらっしゃると思うんですけども、一方で
まあ、政策、さっき次世代とかいう話とかありますけど、政策的に、省エネあるいはエネルギー対策っていうのは進められてるんですけども、まあ、おそらくまだ、使用規定的な流れだと思うんですよね。でそれに対して非常に性能的なところから性能のシミュレーションという方で実際に取り組んでらっしゃると思うんですけども、その社会全体というか住宅あるいは建物環境がこの後、政策的に自分の仕事じゃなくて世の中的にどうやって動いていくかという中で、その今の動き、今の使用規定メインで、まあ、まだそれは過渡期だと思うんですけども、今の動きがどうかあるいはその先にどうなっていくだろうかというところについて何か思うところがあるんじゃないのかなと思いますので、そこら辺をお聞きしたいなと思います。はい、ありがとうございます。2年前かな、JIA っていう日本建築家協会の大会が札幌であったときに、そういったシンポジウムがありまして、省エネ法を改正するときにどういうふうに建築家振る舞うのということを議論しようと。で実際そこに国交省の役員の人で改正法に関わってらっしゃる人を呼んでいて、その人も含めた少し議論があったんですね。で僕はそこでここでやっているようなプロジェクトを見せた。でやっぱ実は5人ぐらいの役員が全部決めていて、でそのルールに乗っていくと、僕がやっているそのアナログな例えば井戸水を使いましょうとか、ああいう世界っていうのは何も評価されないんですよ。まあ、その使用規定っていう中に入ってこない、なんかこうエクセルみたいなやつをこう選んでいくだけなので、で、それはなんかまあ彼は言うには最初の状態としてやっぱそういう状態だけど、それでいくと本当伝統建築物とかも全部ダメになっちゃうんですよね、民家とかで。そういったものに建築家側もいっぱい物を申しているものもあって、いずれまあ多分使用規定じゃなくてその性能の方で評価する軸を入れていかないと、もう設計という文化がなくなって多分ハウスメーカーしか建てれないような家ばっかりになっちゃうと思うんですよね。なのでそこはまあ変えていかないといけないんだろうし、まあ僕らもそれに対して何か物を申さないといけないんだろうとは思ってます。ただ、一方で、その省エネ法の改正って2つあって、躯体性能と一次エネルギーの評価っていうのがあって、で僕はなんか一次エネルギーの評価をそこで言うのっていうのがなんかその建築家のやることなのかなって若干思うところがあって、まあ、高性能の、エアコンを入れたりとか給湯のシステムを入れたりとか、でもそれのオンオフするのはまあ施主であって、まあ、お金出すも施主であって、それってなんかメーカーのお金儲けのためになんかやらされているような感じがちょっとあるんですよね。で一方でその躯体性能っていうことに関しては興味があって、今なんか躯体性能っていうとただの断熱性能とかだけっていうふうに思うんですけど、今いろいろお見せしたみたいに差しをどう出すか、二重にするか、窓の位置どうするかでかなり躯体性能っていうのは変わるってことが実証できるようになってきたので、今はまあ使用規定だとそこが評価軸に乗るかどうかっていうのは、まあ、久しぐらいだと思うんでしょうけど分かりませんが、もうちょっとこういったものがなんか認定とかできるようになってくるようなプロセスになると、実はデザインのアイテムの一個になってくるんじゃないかなという、まあ、未来の希望は持っています。そういった流れはありそうな感触ですか、それともですか、さすがにちょっと難しそうだなっていう一回はもう思いっきりガチガチの規定がかかるという流れじゃないかと思いますね。でそれにようやく建築家たちが文句を言って少し変わるんじゃないかと思うんですけど、まあ、皆さん文句言ってたんじゃ遅いんですよ、遅いんですよね。だからみんなで先んじてやっていくしかないというふうには思ってます。僕はこういう立場ですから勝手なこと言ってますけど、結局こういった知見がね、もうちょっとこう普遍化っていうか広げていくことに対して、まあ、どういう作戦というか、ラボの蓄積もそうですけど、たくさんの建築家の人がそういうチャレンジをしていった、社会的な蓄積もこれから2020年ぐらいにかけては大事になるだろうっていうような感じはあります。てかそうしていかないとどんどん真綿で首を絞めないでいくということは間違いないですよね。ありがとうございます。で、あと2人いらっしゃいました。はい、今日はありがとうございます。建築を学んでいる学生なんですけど、はい、講義とかでは聞けない話聞けて今もドキドキしています僕がちょっと気になるのは一つ気になるのは立った後のことがすごい気になっていて、結構シミュレーションとかもっと細かいところもあると思うんですけども、実際立った時にシミュレーションと違った予想外だったこととか、まあ良かったことでも悪いことでもいいんですけれども、そういうことがあったんならちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
まあ、まずあの今日学生さんに実は一番聞いてほしいなと思っていたので、そういうリアクションしてくれたのすごく嬉しいです。でどんどんなんか設計課題で使っていってほしいし、まあ、なんか先生たちの方が古いので、どうせそんなのどうだこうだって言われると思うんですけど、もうそんなのもなんだろう、自分たちの方がすごいんだぞみたいな感じでどんどんプレゼンテーションしていってほしいなっていうふうに思います。でそういう時代になると思う。で、実際シミュレーションをどこまで信用しているかっていうのは大事なところがあって、あくまでもシミュレーションっていうのはコンピューターであるこう条件のもとの、まあ、想定っていうことはちょっと忘れちゃダメかなと思っていて、もちろんその想定外のことはたくさんやっぱり起きるんですよね。でなのでシミュレーションっていうのはあくまでも指標の一個だっていうところが重要かなと思っています。で例えば失敗っていうか、あそうなんだなって思った例からすると、最初の木陰っていう住宅が複写冷房でこういうふうにできていて、で、まあ、実際実験とかしても効果が出ると。で出来上がってみると、まず一つ面白かったのは、お施主さん、旦那さんはちょっ と,、少し太い気味 で奥さんはガリガリだったんですよ。で実は副斜冷房っていうのはその血流 体温を保っている血流とその物体の温度の熱のやり取りなので、この皮下脂肪の量っていうのが断熱材になってあの感じ方が違うんです。で旦那さんは、ちょっと分かんないなとかって言うんだけど、奥さんはすごい分かるわっていうわけですよ。でそういうリアクションが面白かったりとか、あとは実際輻射の効果っていうのは自分を取り巻いている物体の平均温度になるので、あのトップライトがあるんですけど、中間期は全然 OK なんですけど、真夏だとやっぱりトップライトの表面温度ってすごく高くなるんですよね。でそうするとなんかここで5度ぐらい下がったとしても、ここでなんか何十度と上がっちゃうと、あの平均温度がむしろ上がったりすることになっちゃうと効かないなっていうのがあって、でお施主さんが夏の時はそのトップライトのところによしずをちょっとかけられたりすると効果が出るようになったりして、そういう、ああそうなんだなって思うことはたくさんありますね。ありがとうございました。もう一方ぐらいいらっしゃいました。すいません、本日はありがとうございました。お話聞いてる中で、結構一つの課題というか設定をして、それに対して例えば陶器の日射熱をタンピアに溜め込んで、それを暖房に使おうだとか、あとは井戸水を取り込んで、輻射冷房に使おうだとかっていうアクティブな感じの解き方をしているのが多かったなという印象だったんですけども、その例えば輻射冷房をどうして井戸水を使おうっていうのを決めた時に、その逆の季節の例えば陶器とかっていうのは逆に。そういう逆の季節にはどう考えられて、それを答えを出してるのかなっていうのをちょっとお聞きしたいな。あのそれもよく聞かれる質問で、やっぱり日本式があるので、どっちかだけになんかあのいいものっていうのはどっちかの季節で、まあ、悪さをしたりすると思うんですよね。ただまんべんなくやっちゃうと結構つまんないものができるので、まあ、やっぱり摂取のライフスタイルに合わせながら、ここの重要だっていうところを見極めて、そこを中心にやりながら、逆に悪さしないように逆の季節は調整するみたいなことをまあやることが多いですね。でちょっと話ずれるかもしれないですけど、今アクティブという話が、今確かにアクティブなやつも何個か今日お見せしたんですけど、だんだんやっぱりあのパッシブな方に興味が向いてきていて、それは僕のシミュレーションの技術が変わってきているっていうのも一個あるし、もう一つはあの今日小林さんってあのそこに座っていらっしゃる方とずっとやってるんですけど、日本の設備設計者っていうのはあの環境コンサルティングをやる方じゃなくて、基本的には機械設備設計者の方が多いんですよ。で、あの小林さんその中でも相当柔軟な人なんですけど、でも一般的な方はなんかやっぱりその仕組みで解きたがるんですけど、で僕もやっぱり最初術がなかったので、そういった仕組みをアクティブに入れていこうということでやってたんですが、最近になってくるとそういったシミュレーションで、あの窓の開け方とか、ひさしの出し方とか、屋根の大きさとかで温度コントロールができるんだなってことが分かるようになってくると、やっぱそっちの方がなるべくあの建築家の普段扱っているエレメントですよね、そっち寄りになってきているので、なるべく今後はそっち側でやっていきたいなっていう気もしています。その方が何ですかね、やっぱり機械ってどっかで壊れたりするし、トラブルもあるので、もうちょっと単純なところで、勝負していくべきかなというふうな気がしています。はい、ちょっと答えずれちゃったかもしれない。ありがとうございました。まあ、あのちょっと時間過ぎちゃってるんですが、せっかくだから
セリさんがこう今こうスーパースタンドでわっと喋りましたけど、彼をこうずっと支えてた人が今日2人いらっしゃいます。小林さんと清野さんで、この今日紹介されたプロジェクトの中にも彼らの協力がこうでできて成果があるので、お二人にも一言ずつちょっとお話しいただいて締めたいと思いますけど、よろしいですか。小林でございます。ですね、今日は末光さんの話を拝聴しておりまして、なんか素晴らしい授業を聞いたような気がしたんですけども、ですね、いろいろ懐かしいプロジェクトが出てきて、いろいろ考えているうちに頭の中がなんか混乱してしまってうまいこと言えないんですけども、先ほどからいろいろ出ているその仕様の話だったらすごく重い話だと、僕自身は技術屋なんですね。で設備、まあ、職能というと設備設計者もしくは、環境計画かとか言いたいんですけど、どっちかってやっぱり機械や設備や技術屋の類です。なんですけども、末光さんと、どういうご縁でっていうと、やっぱりその何て言うんですかね、環境を良くするだとか、それから僕はやっぱり技術屋として仕事をしていたので技術で楽しませてやるみたいな思いがどっかにあったんですね。でその時に末光さんと、まあ、友人を介して知り合ったんですけども、こんなことはしたいけど、なんかうまいことができないんだろうかみたいな、割合こうフレキシブルなお問い合わせをいただいたんですね。で実を言うと技術や機械屋っていうのは、ミスをしなくて何も褒められない、でミスをするとむちゃくちゃ怒られる、で120点取ってもやっぱり褒められないって仕事なんですね。そうするとおのずとやらなくなっちゃう。なんだけど僕はそれは面白くないと思ったところ、セミさんからのお問い合わせは大変僕にとっては素晴らしくって、言ってみると80点取りたいんだけどどうしようみたいな話なんですね。無理しなくていいんだけど80点取りたいんだけど、でも機械ゴリゴリで200点取りたいとは全く思わないんだと。で実はその技術屋もそういうところを本当はやりたいんですね。なんだけど80点 取ることを一緒にやろうって言ってくれる人誰もいないみたいなところ で日々勝負をしているので、どうしても皆さんが多分デザインされてる方なんかも付き合ってる環境とかデザイン、すみません、環境とか設備の人たちってゴリゴリだと思うんですね。なんですけどぜひその、先ほどから出てる経験みたいなのがとっても大事で、その経験をしてこれでいけるなみたいなセンスを磨いた80点取れる人みたいなのがいっぱい増えるとですね、よりそのデザイナーとこうコラボできるいい環境がすごく広がるんじゃないかというのは、思ってまして、今日改めてそうだなと思って大変いいお話を聞いております。小林さんありがとうございました。小林さんは今は大学の先生ですけど、前は非常に大きな組織の中にいらっしゃって、で初めてお目にかかった時設備エンジニアの人っていうのはあんまりおされ系な人はいないんですけど、おされエンジニアだなと思っていつもすごい格好つけてるそのことが今でも一緒で、そういう皆さんもそういうこうなんかしゃべっ気しゃれっ気のあるエンジニアを、いろんなところで晒されるといいと思います。まあ、それは余談かもしれません。じゃあ次は清野さん。清野さんはそういう意味ではそのラボのメンバーでもあったんですよね、最初入りは。ご紹介いただきました清野と言います。そうですね、僕はもともと先ほどちょっと話した前研究室という環境系の研究室で末光さんが講師として来られて、マイスタジオっていうところ、スタジオを取って末光さんと最初にお会いして、でそこで、まあ、すごい感銘を受けてラボに参加したりとかしていくうちに、建築デザインでこういうアプローチをしているっていうのがすごくすごいなって思います。最初の感動したくて、ただこうデザイナーだけだとどうしても到達できないところに到達するには、エンジニア側からこういうデザインへのアプローチっていうのをできる人がもっとこれから必要になってくるんじゃないかなっていうのを当時ぼんやり考えていて、そういうポジション、そういう職能ですかね、そういうものをこれから作っていけたらいいなっていうふうに考えて、今こういうような仕事をしていたりします。で、僕の方から今日の話を伺っていて思ったのが2点ぐらいあって、一つが、シミュレーションと最適化の話に関してなんですけれども、こうシミュレーションを最初僕も初めて触った時はもう何でもできる万能のツールだっていうのを最初イメージをしていて、で実際触ってみると意外とこう大変な計算時間がかかったりとかハンドリングが難しかったりというところもあるんですけれども、それからもう何年も3、4年、4、5年ぐらい経ってきて、でその中で、かなり扱いやすくなってきたっていうところもあって、
て、で今からこの本を読まれてシミュレーションを触られる人にとってかなり今いい環境になるなと思っています。でその上でこう今末光さんが紹介されたような作品っていうのは何でもかんでもシミュレーションで解こうとしているわけではなくて、こう丹念な環境気候のリサーチであったりとか、あとはその土地だけのマイクロクライメートのリサーチがあった上で、あとは接種との対話、クライアントとの対話の中でこのパラメーターがこのプロジェクトで一番キーになるっていうのをその見極めをした上で、パラメーター条件設定ですね、問題設定をしてあげて、その中でシミュレーションの活用してあげるっていうところに末光さん抜群のセンスがあるなっていうのがずっと一緒にやってきている中で思っていて、なんかその枠組みを作るシミュレーションをここで使うっていう問題設定をしてあげるっていうところも実はこうデザインの一部になっていたりするっていうのが、こうシミュレーションを使い出すまでは気づかないような点だったりするので、これからそういうのを触られる人にはそこにもこうデザインの面白みみたいなのを感じてもらえたらいいなって思ってます。でもう一点が、先ほどちょっと政策の話、省エネルギー法だったりの話なんですけども、僕は個人的には、まあ、これからその義務化されていく中で、一回その先ほどあったように使用規定で一度は義務化されてしまった上で、その反動として性能評定、まあ、構造であったり防災の分野ではもう随分前から性能評定っていう考え方あると思うんですけれども、いわゆるビルディングフィジックスであったりビルディングサイエンスといったような建物の建築の形が持っている本来 その環境の力みたいなものっていうのを、例えばシミュレーションであったり計算であったりそういったものでこうちゃんと数値化して評価してあげることができるようになってくると、例えばその単純に断熱材何ミリ以上使わなきゃいけないとか開口性能がこれ以上じゃなきゃいけないとかっていったそういうような使用規定ではなくて、例えば20屋根の家のようなこう2番の屋根を作ってあげることでこれだけエネルギーに対してインパクトを持たせることができますっていうようなことが単純な使用規定のオルタナティブとして認められていくような社会になっていけばいいなというのを個人的に考えています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと時間は過ぎてしまったんで、この辺にしたいと思います。今日は皆さんどうもありがとうございました。